これまでの椅子っていうのはどちらかというと、まあ、エジプトのファラオから始まる90度座りの、まあ、太ももとお腹の角度が90度になるような椅子から始まって、そこの固定観念はなかなか脱ぎ切れないまま椅子が進化してきた気がしてるんですよね。その点いかがでしょうか。私も同じように考えます。さらに言えばですね、坂本ハウスは長らく学校に通う子どもに非常にフォーカスを当てて子どもが使えるように考えてきました。で、大人と子どもの違いの一つはまだ多くのことが習慣化されていないというところですよね。固定観念を持たずにさまざまなことを受け入れることができる、そういうところがあると思っています。小さな頃からバランスチェアを使う人というのはそのまま大人になってもずっとそれを使い続けるという傾向も見られています。座る習慣、座り方の習慣というのは他の多くの習慣と同じで長く続いていくものだと、そういうふうに考えています。なので、まあ、特に、まあ、仕事をするときの座るための椅子であるとか、学校、宿題をするときの座る椅子というのは、こういうタイプの椅子が非常に向いていると思うんですね。そして、バランスチェアを使うと、股関節がより大きく開いた状態で座る姿勢になるんですけれども、これはより自由に楽に息ができる姿勢になります。さらに言えば、より酸素を取り込んで、より血行が良くなる。こういう意味でも大きなメリットがあると考えています。はい、ありがとうございます。